ドネツック市電は、ウクライナの都市、ドネツック市内に存在する路面電車。2020年現在、トロリーバスや路線バスと共に、市営企業であるドンエレクトロアブトトランスによって運営されている。ドネツック市内に路面電車を建設するプロジェクトが始動したのは、都市の名前が、スターリンと呼ばれていた時代、1927年3月2日であった。 建設は早期に始まり、一時都市名がスタリーノに改められていた1928年6月15日に市内中心部とソ連国鉄の駅を結ぶ最初の路線が開通し、同年には延伸も実施された。当初から路面電車は市が運営する公営路線で、開通当時は他の市営事業とともにトランスベトという組織によって運営されていたが、 1931年以降はスターリン都市鉄道という独立した事業体への移管が実施された。車両基地が完成した1932年時点で後系統が運用されていた。その後も路面電車の規模は拡大を続け、1939年に開通したトロリーバスとともに、1940年代以降は路面電車、 トロリーバス信託によって運営されていた。1941年には、軽重に系統を有する路線網が存在したが、第二次世界大戦時にナチスドイツの占領下に置かれた中で、路面電車を含む公共交通機関網は徹底的な破壊を受けた。復興が始まったのは、都市が占領から解放された1943年以降で、1945年には、 4系統が運行していた。1950年代は路線の復興に加えて新規路線の開通や新型車両の導入が積極的に実施され、1955年時点で8系統だった路線網は1971年には15系統に拡大した。その間の1961年に都市名がドネツクに改められたことで、 運営組織名もドネツィク路面電車、トロリーバス事業に変更されたほか、1967年からは、チェコスロバキア製のタトラ T3SU の大量導入が行われた。ソビエト連邦の崩壊後、ウクライナの都市になって、以降は長期にわたり、車両の更新が途絶えたものの、2000年代以降は、ウクライナやロシア連邦製の電車が多数導入された。2014年に、 ドネツクがドネツク人民共和国の実行支配下に置かれて以降もドネツク自然の運行は続いており2018年には開通90周年を祝う式典が実施されたが低賃金や賃金そのものの未払いなど労働環境の悪化が要因となった運転手不足などから各系統の本数は大幅に減少しているただし2020年2月1日以降は ドネツィク市電をはじめとした公共交通機関の運賃を値上げすることによる賃金の増加が図られている。2020年現在、ドネツィク市電では以下の旧系統が運用されている。運賃はドネツィク市が運営するトロリーバスや路線バスと統一されており、2020年2月1日に実施された値上げ以降は6ロシアルーブルとなっている。 ドネツク市電で使用されている車両は1932年に開設された第三車庫と1961年に増設された第四車庫に配置されている。ありがとうございます。